の展開ですよね。なかなかこの完全にフラットな青い章で飛び出しているのは非常に難しいとは思うんですが、それでも選手たちは積極的に仕掛けていきます。さあまた今選手が数名飛び出してきました。アイさんのユニフォームでしょうかね。さあ出てきたのはまずは83番83番ですね、アイさんのユニフォーム。そして31番、82番とさあアイさん2人、アヤベン竹谷師匠、そして西谷大臣です。そして一番後ろは別府さんに、そしてアイさんが